女の子の心を育む名作母と子の読み聞かせ本。八日月お乙木草子昔大阪の近くに仲の良い夫婦がいました女の子が生まれると二人は大喜び大切に大切に育てましたところが女の子が十三になった時お母さんが重い病気にかかってしまったのです仏様の追いつけなのですよ 力のない声で言うと、お母さんは女の子に大きな重い蜂をかぶせました。蜂のせいで女の子は上を見ることができません。間もなくお母さんは亡くなって、お父さんは新しいお母さんを迎えました。なんてみっともない八月かずきだろ。う。新しいお母さんは蜂かずきを邪魔にします。お父さんが仕事で食べに寝ると、いじめはひどくなりました。お前なんか外で暮らせばいいんだよ。 はは追い出されててししまっったたのです取ろうとしてもぴりき亡くなったお母さんのところへ行こうとぼとぼと歩いて川岸に来たハチカズキはつぶやきましたそのまま川に入っていったのですけれどハチは沈みません流されていくハチカズキを見,た見つけたのは村の男でしたお願いですから私を川に沈めてくださいもう生きていたくはないのです 泣いている八日月に男は言いました。命を粗末にしてはいけないよ。生きていればきっといいことがある。男は八日月を役人の屋敷に連れて行きました。どこへも行くあてのないものです。お屋敷に置いてやってください。屋敷にはたくさんの召使いがいます。八日月は風呂焚き女になりました。昼間は薪を集めて、夕方になると風呂を焚くのが仕事です。 助けてくれた人の言う通りだ。仏様にいただいた命を大切にしなければ。自分に言い聞かせて、八日月はせっせと働きました。役人には4人の息子がいました。八日月に気づいたら4番目の息子です。お湯加減はいかがでしょうか。息子が風呂に入っていると八日月が尋ねます。ぬるいと言われれば、釜に焚き火を入れ。熱いと言われれば、風呂に水を入れるのです。なんと優しい声だろう。なんと綺麗な手だろう。 息子は八一輝の声の美しいことに驚きました。竹木や水を持つ手の美しさに見とれたのです。私と結婚してください。息子は八一輝に言いました。できません。みっともない姿の私がごみ分も高く、お姿も立派なあなたと結婚することなどできないのです。八一輝は断りましたが、息子は諦めません。何回も何回も、何日も何日も,何日も、結婚の申し込みを繰り返します。 断りきれなくなった八日月は息子と結婚することになりました。幸せです。生きていて良かったと思います。頬を染めて八日月は言います。息子は笑って八日月をしっかりと抱きしめるのでした。嫁比べをしましょうよ。言い出したのは一番上の息子のお嫁さんです。二番目の息子のお嫁さんも、三番目の息子のお嫁さんも大賛成でした。 3人のお嫁さんたちは八一月を笑いものにしてやろうと考えたのです。5日後には息子の父親の役人が還暦を迎えます。60歳の誕生日を祝うためにたくさんの人が集まるのです。お祝いの宴会で嫁比べをしたら面白いとお嫁さんたちは思いつきました。鉢をかぶっていてもお前の姿は誰よりも美しい。自信を持って嫁比べに出るがいい。4番目の息子は八一月に言いました。けれど八一月は首を振ります。 そんなことはできません。大勢の人の前で恥をかくことになるのです。私がお笑いものにされるのは構いませんが、あなたに恥をかかせるわけにはいきません。八か月は屋敷を出ていく決心をしていました。自分さえいなければ、4番目の息子が笑われることもなくなるのです。どうしても出ていくというのなら、私も一緒に出ていく。どこまでもお前と一緒だ。息子が言った時です。八か月の蜂がぱっクリと割れました。おおおお。 息子は言葉を口にすることができません。現れた八日月の顔は光り輝くばかりに美しかったのです。鉢の中には金銀の飾り物や立派な着物もありました。嫁比べの日、屋敷には数えきれないほどの人が集まりました。噂を聞いて遠くからやってきた人たちが庭にも溢れかえっています。一人目のお嫁さんが出てくるとみんながどよめきました。なんと綺麗なという声があふれます。 二人目のお嫁さんにも三人目のお嫁さんにもどよめきと驚きの言葉が湧きました。でも最後に八一月が現れると人々は浸透してしまいました。あまりの美しさに驚いてどよめきも言葉も出てこなくなったのです。これほど美しきれいな人は見たことがないぞ。天の国から観音様が降りていらしたようだ。お年寄りは八一月を拝みます。三人のお嫁さんたちが涙を流して謝りました。 どうか笑いものにしようとした私たちを許してください。八日月は微笑んで言いました。どうか仲良くしてくださいまし。四人の息子と四人のお嫁さんは仲良く幸せに暮らしたということです。お家の方へ人の気持ちを理解する力を育んでくれるお話八日月このお話の主人公は控えめな女の子です。 8か月は蜂をかぶった。みっともない姿でも命を大切にして生きようと努力しました。自分の辛い境遇にもめげずに前進していく姿は美しく、その控えめな態度が自分のことを認めてくれる。いい人との出会いやいい結果を生み出すのです。うん